次がいやもうおもろいねんなんだこの並びはどうしたらいいんだこの学校は。癖が強いねん。剣持さんがまとめるのかな、でも見てる感じ。あーでも確かに群藤先生も結構まとめるタイプか。確かにそうだな、群藤先生かも。あとルイスはね、案外まとめるっていうよりかはみんなの悪ノリをうふふって笑って見てるタイプな気がするんだよな。でたまに本当になんか困ってたら助けるぐらいのあれな気がするな。いやもう この並びになったら力一さんほんま海外生みたいなんだよな。やんなりジョーカーサニーブリスコーに見えるもんな完全にジョーカーだもんな、この用意確かにニナさんが逆にあれだな、 JP っぽく見えて、力一さんが海外生に見えるな確かにこの学校の絡みがなんか一番なんかあれかもね、なんか化学反応を起こしそうっていうか、なんかすごい楽しそうな感じになりそうだな。まとまるとかもないけど試合になったらすごい一致団結するみたいな感じのもいいな。部室にジャンタク持ってきそうああ本当だ、部室にジャンタクあるかもこの高校、ほんまやわ。確かに確かに麻雀強そうだなこの学校この学校麻雀強いな多分。ここが一番読めないな、なんか選手同士の絡みみたいなのが。放課後さ、なんかみんなでこう教科書を開いてなんか勉強をし合うみたいなシーンがなんかしっくりくるかもしれない。しっくりくるかな。いやダメだな、うーん難しいな、日産地高校しっくりくるシチュエーションむずいな。でもやっぱ麻雀大会かな一番は。麻雀大会いいな。でも打てる人でさ、こう卓囲んでてさ、なんかこう後ろからさ、こうみんなそれぞれの人の手合い見て、これはあれはみたいな感じで言ってるのを見たさはあるな。でも、結局麻雀に落ち着いちゃった。野球しろよ香ばす高校綺麗、なんか綺麗ちょ やばっけな、早瀬そうからのこの3文字並び綺麗すぎ、美しすぎるやろこれ。3文字ボーナス入ってるわイブラヒムに。芸術点高すぎるね。イブラヒムも思い通りにドラフトがいった例だなこれは。ここほんまに絶対ね、絶対お嬢様、もうお嬢様お坊ちゃま学校どころじゃない、もう校則しか入れないレベルのなんかすごい高校な感じに見える。そう由緒正しそう、それ由緒正しい感じする。なんかちょっと周りから見るとちょっととっつきづらいなあの高校みたいな、ちょっと高嶺の花だねみたいな感じに見える感じの高校やわこれ。でなんか何も知らないモブくんがコーバス高校の野球部とぶつかっちゃってビビってたら、実はみんなめっちゃ気さくだったみたいなモブ目線漫画あると思います。実は近くでこう接してみると、あこんな感じなんだみたいな、旗から見るともうすごいキンキラオーラがすごいよみたいな感じになりそう。マチとかフレンとかもね、シュッとした制服を着てなんか黙ってスッと立ってたらね、すごいはぁーってなりそうだと思うんだよな。で喋ってみると、あこんなに実は接しやすい人たちだったんだみたいな、感じになりそう。フレン正規枠いやフレン鍵かけるの早かったなイブラヒム。でもまあフレンは1位指名だろうなと思ったから、もうその段階でもイブラヒムの勝ちなんだよな。フレンは取れないだろうなとこの思わせる感じがね、これですよセキュリティっていうのは。コーバス高校はね文化祭みたいコーバス高校なんか文化祭野球部で出し物してくれないかな。なんかすごいなんかキャーっていう声上がりそうな文化祭してくれそう、コーバス高校野球部は。文化祭めっちゃいい、めっちゃ見たいな。新速高校イブラヒムと全然競合してないのが笑えるあママのねファンアートをでも潤してくれたのはいい功績ですよこれは本当に今年も行かなきゃね、かなえさん狙えるタイミングで行かなかったからなデコボコ感が一番強いのかなと思う新速高校。ここみんなが本当に一緒にユニフォーム着てグラウンド走ってるやつだけでもなんか一生見れる感じあるな。前泉くんも絶対走らないしな
このドラ1ドラ2が走れなさそうなんだよね2人とも多分マヨズビ君しれーっとなんか日陰とかに入ってみんなに頑張れ1212頑張れ1212ってこうメガホン使って言ってるだけのイメージ強いし、アマムは多分すぐヘロヘロになってそうだし、ルカ君はでもモリモリさすがに引っ張っていってくれそうではあるなって、シバちゃんがストトトトトトって走りつつ、で多分ギル様は日の下出れないしダメだなあれランニングできないもしかして、あれでスコヤも多分日陰で、スコヤはみんなが熱中症になった時のために待機しておきますみたいなこと言いそうではあるんだよな。じゃあみんなでシバちゃんにこのおもちゃをねポーポーイと投げて遊ぶみたいなトレーニングがあるかもしれないな。いやみんながシバちゃん可愛がってるやつ見たいな。え見たい部室でみんなにめっちゃワシャワシャワシャってされてるシバちゃん見たいかみんながえシバちゃん内緒でって言いながらちょっとずつおやつ持ってくるから、なんかすごい一時期めっちゃ太るシバちゃんみたいなの見たいでもちょっとシバちゃんをなんか太ってきたくねみたいな感じになって、冬毛ですプルプル、冬毛だからプルプル、犯人誰みたいな感じになって犯人探しするんだけど全員が手挙げるみたいなのも見たいシバちゃんコロコロになって結局めっちゃ運動させられるみたいな、ダメだよってみんなで見張り合いになるっていう、シバちゃんにシバちゃん餌付け禁止法が出る。でそっからやっぱ鍛えに鍛え抜いて勝ちもうすごい足を手に入れますから、やっぱりシバちゃんはね、結局シバちゃんしか走ってないでやっぱこれ私本当にいい高校になったと思うな、これ北北海道っていうのもね、やっぱり爆乳名水ここにありで名を轟かせてる爆乳高校があり、チョモランマ高校という2つの山をねやっぱそびえ立たせたいところですよこれは。でねこれ思ったんだけどさ、その結構大人めな人多くて、マリンちゃんめっちゃお世話されるんじゃないかなかって可愛いんだよねなんかみんなおいはやまとかおいマリンみたいな感じでこうみんなよしよししてくれそうじゃない、マリンちゃんのこと結構結構いいんだよね。絶対エリーちゃんお茶入れてくれるしな、私とボーボーの話してくれるし、マリモトだけ外で着替えてるいやでもまあ分からない、チョモランマ高校が金持ち校とかなんだったらちゃんと男子のね部室とかも用意してますよそれはもちろん。でもまあ先輩たちがね多分いるから、先輩たちがいるから多分あるでしょ部室は、しっかりとおそらく。だからその先輩たちが引退した後マイモトさんは部室広々と使えるよね。だからマイモさんだけになった時にその多分女子のもの増えていくよね、なんかマイモトここになんかわらわのまあ、みこと様だなこれ女子たちのシーブリーズここに置かせてもらうからのみたいな感じでこうバーンと置かれて、あはいみたいな感じになって、そこからもう男子更衣室気軽に女子がいつ入ってくるかわからないみたいな状況にはなりそうだよね。で別にマイモスさんが着替えてるところと勝ち合おうが全然女子側は気にしないみたいな、あこれ取ってきますねみたいな、あみたいなマイモスさんもなんか別にハーレムで嬉しいとかでもなく、なんかちょっと肩身が狭くてなんかやりづらいうっすみたいな感じになりそうなんだよなでなんかね王子様的なポジションアンちゃんとねリリさん来てくれたもんなかなかいいと思うんだよね。チョボ校の王子的存在でしょこれは、もう確実に絶対モテるよ、ね、イケメンちゃんと揃ってるの嬉しいな。そうヒョナさんもねかっこいいんだよね、このでも私どっちかというと綺麗なお姉さんみたいなちょっとそっちのエッチさの方を感じたんだけど、でも確かに王子様枠感あるな、かっこいいね。やっぱりポジションは私前本さんキャッチャーにしたいんだよな。イメージ的にはアンちゃんピッチャーの、マリンちゃんはねショートのイメージなんだよな。背後か女房役をいやー早間アンちゃん、いやマリンちゃんは私の中でキャッチャーじゃないんだよね、私の中でマリンちゃんはこのフィールドを駆け回ってほしいというかそういうイメージなんだよね。それか外野かな、マリンちゃんショートか外野かっていうイメージだな。あドーラ様ファーストかも、わかるな、ファーストわかるな、ドーラ様それもわかる。
北海道だからね、うん、北の大地ですから、みんなで雪かきとかするわけですよ。だからチョモコはね、うん、マリンちゃんがはしゃぎますよ。それはもう雪遊びしますよ。それをみんなでもうちょっとマリンちゃん雪かきの時間だよみたいな感じでしますから、これは、うん、前元で暖を取るってのは燃えてるからか寒い時に前元さんで暖取ろうとするのいいな。ドーラ様は多分、え、わし火つけようかって多分言えるからね。私も火つけれるし、やばいな、マイモトさん火つけられもったじゃん。マイモトは松ぼっくりなんか。ドーラ様にフランクに言ってほしい。マイモト今日寒いんじゃけど、え、ちょっとつけていいみたいな、それぐらいのフランクさでやってほしい。マイモトさんもオーンぐらいの、オーンでもちょっと待ってもらっていいみたいな。やだ、私も花火したりしたい。プール清掃したいよ。帰り道にガリガリ君食べたい。青春したい。あ、北海道ってプール授業ないの？嘘。え、北海道の学校ってプールないんだ。うわー。北海道特有のなんかイベントないんか。あ、スキー、スキー、スキー。あ、昔はあるところはある。ほんと、北北海道やけど、ある。ある、ほんと？ある。いや、雪合戦したいよね、でも。雪合戦。前本さんがどうしても真ん中に立たされてしまう、頭の中で。それか、審判役やるわとかって言いそうなんだよな、前本さん。なんか、審判役やるわって言って、なんか流れ玉を受けそうなイメージでもあるんだよな。ドーラ様が雪握れなさそうなの、可愛くね。あー、溶けるって言って、なんか、握れないの、可愛くない？またもうにゅい溶けちゃう溶けちゃうって言って、なんかこの液体になった雪だったものをこう見せてほしいな、私。あ、そう、寒い時ドーラ様に抱きついてる部員見たいな、見たい見たい。みんなでドーラ様に、あ、ドーラ様来たーってとこギューってやってるの見たいな。あ、めっちゃいいなそれ。マヨタだけ輪に入れない。輪に入ったら大変なことになるからな。で、エリーちゃんが美味しいお茶を、あったかい、あったかくて美味しいお茶を入れてくれると。で、前本さんが焼き芋焼いてくれる。それやな。え、でも焼き芋焼くのが一番いいかも、チョボコ。待って。だって火つける役いるんだもん。ちぎやまがね、こう、枯葉とかガサ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 集めてきたりして。いや、いいな、いいな。前本さんが芋焼いてくれるよ、これは。で、私かドーラ様が火つけて、で、みんなでお芋食べるの。あ、いい、いいじゃん。で、やけどしたらヒョナさんが見てくれるし。もう怪我したらもうすぐにヒョナさんのところ行くから。あ、夏は焼きもろこし食べるのもいいね。あ、いいな。いっぱい食べよう、やっぱチョボコは。うん、じゃがバタとか食べよう。いや、これはこれで青春だわ。じゃあ農業高校ちゃん、チョモランマ農業高校にするべきだったのか。やっぱ銀サジベースになるよな、想像がな。そもそも銀サジ由来で北北海道を選んでるし、私確か。チョモ農になっちゃう。でもチョモ農、チョモラマ高校、農業高校ではないんだよな。チョモ校はチョモ校なんだよな。夏祭りは、浴衣、みんなの浴衣みたいな。チョモ校、浴衣めっちゃ良さそう。前本さんはジンベエで来てもらって、みんな浴衣で。なんかすごい絵になりそう。いいな。みんなに浴衣着せて、これは夏祭り繰り出さなきゃいけないな。いいですね、チョモコ。いや、何してほしいか、ちょっとここら辺は後々、後々やな、やっていきながらって感じですかね。